与謝野鉄幹先生は、波寄せて海部の海の膨らめは岩踊るあり歌えるもありと呼んでおります。湾内の第3景から第4景が昭和46年7月海中公園に指定され、海中景観を楽しんでいただくため、海中投資船が波静かな時は湾内遊覧に就航いたしております。灯台のたもとに水族館が開館中でございます。尖閣湾の近海に住むいろいろな魚が皆様を楽しませてくれることと存じますので、ご自由にご覧ください。それではお時間の許す限り、絶景尖閣湾をごゆっくりとご鑑賞くださいませ。またの日のお越しをお待ち申し上げております。